ようございます。こんにちは。こんばんは。DJです。では前回の続きからやっていきたいと思います。そこのあなた、私を見なさい。洋服からキノコ。マスター、これが出てきた。常設ですか。やっぱこいつか。おお、ちょいちょい。気合い入れていきましょう。そら、こいつでどうだ。そこのあなた、私を見なさい。あぶねえな。行くわよ。結構緊張してる。お、結構。え。すごいわよ。結構。そら、こいつでどうだ。おう、マヤちゃんやられてたの。ちょっと辛くなってきた。行くわよ。ありがとう。危ねえな。おう、そこのあなた、私を見なさい。よいしょ。おう、こいつ好きやねんってみんな。こっちこっち。壊れた。
ょっともうちょいですね。なんか星が人数も多いし。強さに応じた数のブラッドオーブが入手できます。ほーん、あ、ここでブラッドオーブで入手できるんや。オーブエネミーは通常の敵と異なり HP が、HP ゲージが紫色をしています。周囲の敵と比べてやや強い難敵ですが、発見したら果敢に挑みましょう。オーブエネミーはフィールド上ではめったに遭遇することがありません。動物を狙うのであれば、エリアマスターが管理する参加団体に多く住んでいるため、そういったスポットに足を運ぶと良いでしょう。ということでね、倒しましたね。やったね。巨大なランコス。マジで。もうちょっと巨大でもいいよ。お、なんかあれか。なんかあったあった。お、鉄骨の化けだ。マジで。何十ゴールド。3はこれだこれやったんですね。グリッチ一人でのバネッサに。さあ始めるわよ。え、まだ出てきてる。おお、いけいけいけ。そこのあなた、私を見なさい。さあこれしてどうだ。グリッチ一人でいけない。本当に全然できない。さあこいつでどうだ。何ですかね。そしたらね、今日はちょっと、おっ、うらっ、そこのあなた、私を見なさい。行くわよ。おっ、行ってきた、わさありがとう。おー、ネズミ、無視。来いのよ。食らいやがれ。敵ですよ、やりますか。気合入れていきましょう。え、なに、ワイプ、ちょっと待って、ワイプいらん。気合入れていきましょう。え、あかん、こちらの子、こちらの、え、あれ、こっちじゃなかったっけ。そこのあなた、私を見なさい。怖いんだけど。あ、邪魔、邪魔。え、そら、こいつでどうだ。そこのあなた、私を見なさい。やめなさい。危ねえな。こっちじゃなかった。なんでこいつ、あいつやった後でこのやつ戦わなあかんねん、ほんま。ちょっと待って、ほんま。え、どっから出られたっけ。え、腕振りに使いたい。あ、使えない。やめなさい。無視やって、無視やって、あんなやつ。
それはいいんやけど、どっから出られたん？うん、また。こっちはこれやろ？ホワイトとこっち戦いたくねえ。マジで誰か戦いたくねえよ。なんでここ使われへんねえ。お、出口、使えるやん。やった。なんかこれでも、いけねえ。戻りたくねえな。ローチとかそこか。セルに近いから、セルにいつかね。もう、全部使う、全部使っちゃってる。なんか出る方法忘れた。てか、ワイトいたし、あんなん、サイクロプス倒せないと倒せるわけないよな。準備も整ってないのによ。よし、では、グリッチェン、トレーで行きましょう。結構怖かった。マジ本心やったね、これは。なんかと言ってもいいことないし。やばかった。気をつけて。敵の気配が。気をつけて。敵の気配が。敵が。仕方ない。人気ゼータ欲しいっすね。こっちやけど。こっち行きましょう。何て来てるではなかったんだけどね、レベル級が。そこまで強くもなかった。ただね、レベル12の、あれはちょっと気づいたんだけどね。それは成長超えたから、その部分まだまさに。なくてなかったの、ほんま。気合い入れていきましょう。食らわしてやる。気合い入れていきましょう。しつこいのよ。運動代わりにはなりましたね。行くわよ。やりますか。さあ始めるわよ。アクショ様の邪魔してんじゃねえぞ。うまいやついいじゃねえぞ。あうまいよ。このリザイドもすでじゃん。お、なんかそれがある。すでだろ。すでなんての家を取れてきた。では、グリッチに取り向けましょう。ミッキーフードさんとしては一緒だね。ずーっと向けに湧き出てくるんでね。村と帰った後に。気合い入れていきましょう。なんでここはやりましょう。気合い入れていきましょう。昼やぞ。まあ、昼でもおるにはおるやろうけど。はいよー。やめなさい。グリッチェン取りでもかよ。もうグリッチェン取りの前の記事もスルーします。やってられへんしね、ほんまに。何かいるわ、近くに。敵ですよ、やりますか。あら、敵よ。敵ですよ、やりますか。いや、やりません。嫌がったな。よし、では敵のとこに。素材だけ回収して、さっきに進めましょう。